あ、これでもね、リアルに200ゲームぐらいで当たってくんないと若干困っちゃうのよ。投資1万6000円でそのぐらいで済めばいいんだけど、これ2万円とかってなっちゃうとね、さすがにちょっときついな。ミスった？ミスったのこれ。まあまあ二流ゲームあるんだよ。200ゲーム、よし超えたな。ミスった。ミスったみたいなんで。よし、ちょっと待てよ。でもちょっと待てよ。っていうかちょっと待てて。これ何ゲーム次は。すごい顔してる。遠い、これ遠いと思う。こういうこと言うなよ。いや、これはいいんじゃないのか。去年はね、2013年はまあ本当にジャグラー助けられましたんでね、ジャグラー関係はほぼほぼプラスだったんじゃないかな。で、1年間打って最終的な収支がですね、プラス110枚。でもジャグラー打ってなかったら逆に大変なことになってた多分。ちょっとさ、5000打ってくんない？ちょっと5000打って、外馬ちょっと発動しましたんで。ちょっと人海戦術でね、俺2000ゲームでビッグ2回までは許せるからね。俺昔 EX の時にまだイベントが全然できたところにね、しんのすけとジャグラー乗り打ちするっていうちょっとした一日があったんですよ。で、っていうのもなんでそういう流れだったかというと、抽選で要はその6を打てますよみたいな。で、2人ともジャグラーだったので、2人で打って、俺2500ゲームでビッグ2回しか引けなくて、新之助のお金借りたことあるからね。どうも、その昔バケは12、3回引けてた、だから投資4万何千円とか。打ち切ってない。ただその後1000枚ぐらいで帰ってきた、これどうですか。これは大人にひどいなって。え、そう、インターネットで。あ、お願いします。頑張らない。頑張ります。おじいちゃんにひどいなーって。いや、まだ大丈夫だよ、まだ。ちょっとタイム、タイムちょっとまた探してくる。もうバイバイチャンスで、一山当てるしかないな、これは。よし、履歴的にはね、1回500ゲームハマった以外は
まあコンスタントに当たってはいるんだ。一回も止まらずとかやめてよ。ああ、やっちゃった。ああ、いけるか、いけるな。よし、いいこと待った。レア役が引けない。ただこうやって何にも引けない時間があるってことは、逆に引けちゃって引けちゃってしょうがない時間もあるということだと思いますん で, でそれがね、 ART 中とかに、 ART じゃない、 AT 中かとかに来てくれるかもしれないからね。止まったら2個は止まるんだよね。よし、2回ともステップアップせず、
限の仕事はしたと思うんだけどね。バカ野郎、厳しい。残り1時間切りましたんでね、最後のあの悪あがき回数少ないながらもね、レギュラーついてるとこ、レギュラーついてるとこを打ってるんでね、多少ね反応合ってくれないと、合ってくれないとっていうか合ってくれてもいいと思うんだけど、よし、いやー遠かった。よしよしよし、よし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 、はい、時間来ちゃったんでやめようと思います。500枚ぐらいじゃ帰ってきたかな。はい、投資4万8000円でですね565枚なんですけど、今日はこれで終わりませんのでね、ちょっとエンディングを楽しみにしててください。はい、からのですよ、からのショフィーン、我々チームプレーやってますんで、チームプレーで、まさかですね、こんな、いい仕事してくれるとは、うちの野村大先生にですね、ちょっと隣も様子見てくれないかと、託した5000円の2000円目で当たったよね。で、それがあれよあれよっていう感じでね、まあ、一時2000枚近くなかった？一時2000枚ぐらいあったよね。で、結果投資が2400枚なんで、まあ、1903枚か、だから500枚負けてないっていうですね。もうパチスロー打って打ち終わった時になかなかね、ありがとうっていう風にね、こう締めくくられるケースっていうのはそうそうないと思うんですけども、いや今日は本当にありがとうという感じでございますよ、ね、ちょっとね今日は波に乗り遅れた感がありましたね。縦横も形になりかけたんだけど、やっぱりちょっと、もう一押しがちょっと足んなかったと。で化け物あたりもチャンスのいいけども、あたり引けずと。で、得意のジャグラーがね今日ちょっと僕不活だったんでね、ただまあ最後一応伊賀ばかりから流せましたんで、まあ、という意味では良かったんじゃないかと。で、やっぱりね、主要なところ、だこの際重要であるとか、化け物語であるとか、でもまあ良かったですよ、出てるから出てましたんでね。で、まあ勝手に分かりましたんで、で、ジャグラーも、可能性上がってくれば、ある程度ね、これ予想しながら、で、今日もね、レギュラーついてるとこついてるとこ行ったんですけどね、で、最後の台なんかはまだ全然可能性ありだったんじゃないかなと思いますし、他の見切った台も、言ってもね、ほとんど回せてないんでね、なんとも言えないところでしたけども、まあまあ、次につなげるという意味では、今日4万8000円使いましたけども、まあ、こういう形で、おおむねですね、妥当なラインに着地できましたんで、次回こそはという感じで、ね、キング専門店、2回目の収録実践に臨んでまいろうと思います。といったわけで、若干でもお待たせしたけども、明日につながるパスが打ったと思って、今日のところは失礼させていただこうと思います。またお会いしましょう。さよなら。